一等正殿武刀流は、明治時代初期に山岡鉄舟が開いた一刀流流派の一つである。開祖、山岡鉄舟は、江戸時代末期に、久住貫敵斎から、新影流、井上清虎から北進一刀流を学び工部所で、剣術を修行した。その後、中西派一刀流、小野派一刀流などの一刀流各派を学び、明治18年に一刀流をのけ、第9代の小野成夫から伊藤一等斎以来、小野宗家に伝来した一刀流正統の証である、瓶割刀、朱引太刀、万人を引き継いだ。着伝を得た山岡は一刀流の原点である、伊藤一等斎の流儀をそのまま継承するという意を込め、自己の開いた武刀流に、一等正殿の4文字を冠した。明治28年、大日本武徳会主催の第1回武徳祭大演武会で青鸞賞を授与された15名の剣道家のうち2名が武刀流の門人であった。山岡没後、山岡に付き従っていた香川善次郎が2代目として武刀流を受け継ぎ、香川から武刀流を学んだ石川隆三が3代目となった。武刀流の理念に賛意を表した教育者の北条時義は石川を第4高等学校剣道部師範に迎えた。その後も赴任先の広島高等師範学校剣道部に中島俊海、香川善次郎及び藤里新吉を東北帝国大学剣道部に八木田元次郎を師範として迎え、武刀流剣道を奨励した。また、大正時代に大日本武徳会副会長兼武道専門学校校長を務めた西久保弘道は山岡に私淑し、その教育や剣道指導は武刀流の影響が大きかった。10代の頃から山岡の校弟、小南治地に武刀流を学び、後に香川、石川から教えを受けた草加龍之介が4代目となる。草加は日本海軍軍人でその傭兵にも、武刀流の奥義である攻撃は十分なる調査をし精密なる計画のもと切り下ろす一刀のもとに集中すべきなりという思想を取り入れていた。草加の実弟の紹介で弟子入りした石田和外が太平洋戦争後5代目となる。戦前に3代目石川に戦後は4代目草加に武刀流を学んだ村上康生が6代目となる。5代目石田から武刀流を学んだ生竹博が7代目を務める。形稽古と竹刀稽古を行う。形稽古は木刀を用い、打ち立ちは大後手もしくは略後手という厚い小手を装着する。竹刀稽古は両者が防具を着用し、三尺二寸の短く重い竹刀で打ち合う。東流において組太刀は徳川家時代の乙女流であった頃にはお組太刀と呼ばれていた。一般的には、型稽古と呼ばれるが現代剣道とは全く異なり、あくまで祖師一等斎が実戦において用い、勝利した太刀である。型通りではない、真剣、または木刀による太刀筋であり、真剣勝負を前提にしていない型や演劇のための盾と呼ばれるものとは明らかに異なる。その明定は、歩数と間合いに明確である。打ち込みは、一般的な剣道に比べて強烈であり、大日本武徳会の幹部、渡辺昇が、山岡流のごとき巻き割り剣術は痛くて、脳を損なう恐れがある。学生の体育上よろしくないと苦言を呈したエピソードもある。山岡鉄舟の道場春風館では、和人が7日間で1400回の試合をする、立ち切りという非常に過酷な稽古が行われていた。また、山岡が、健全一如の境地に達していたことから、精神修養を重んじていることも特徴である。日本古武道協会 1989P61-62、一等正殿武刀流標本ホームページ、戦思想書43ミッドウェー回線 P583、一等正殿武刀流標本ホームページ、堂本明彦。明治激剣家春風館立ち切り誓願278から279ページ、徳間文庫、堂本明彦、明治激剣家風のごとく発す43ページ、徳間文庫、堂本明彦、高野佑三郎剣道移行集、スキージャーナル。ありがとうございます。